小川大古墳群は、千葉県三部分横芝光町小川大にある古墳群である。小川大古墳群は、九十九里浜中央部の栗山川中流東岸の絶上第一条に展開し、前方後円墳5基円墳12基方墳1基によって構成される。このうち、1号墳、2号墳、3号墳、4号墳、5号墳に、 ついて、1974年に発掘調査が行われた。なお、本古墳群中最大のものは、見かけの墳球町42メートルの6号墳であるが、まだ調査は行われていない。調査した古墳のうち、多くの遺物が出土したのは1号墳と5号墳である。1号墳の3基の埋葬施設から、鉄剣4ブリ、鉄鉾1点、鉄属4点、鉄製等水1点、 滑石性有効円盤10点、薄玉39点、鉄属3点、鉄腐1点、滑石性薄玉151点以上が出土した。五合墳の公園部長の木管からは、立ち振ぶり、通す1点、鉄属1点、あぶみに伴う氷庫差、目のう性まが玉1点、ガラス性、小玉42点が出土したほか、墳球及び周行内からは、多量の円筒波庭と共に、 人物派庭や、馬型派庭、鹿型派庭、鶏形派庭、水鳥形派庭等の動物派庭、それに、家型派庭などの継承派庭が検出された。湿度状態の検討によって、継承派庭列は北側中段の前方部分から、公園部の前方部分まで建てられていたと見られ、おそらく紛糾の一定区画内に限定して、配置されていたものと考えられている。 5号分湿度の人物埴庭で形状が確認できたものは、双脚系後部人像、双脚男子像、座る女子、壺を頭に乗せる女子等の15点で、このうち性別が判明しているのは14点で、男子級女子語であり、現在のところ、千葉県最古の人物埴庭とされている。これらの人物埴庭はいずれも武骨な造形で、必ずしも洗練された技法とは言い難いが、 造形の細部特に昇格付け兜や、傾向の使用、曲げの表現などは実物に、かなり忠実に造形されていた。また、装脚傾向部人像と装脚男子像には、著しい特徴があった。同調中隊の芝山古墳群、姫塚古墳室戸の男子人物派庭などに、代表される装脚像は、台座を設けてその上に、両足が乗るように造形されているのがほとんどである。 これに対し本古墳出土の創客傾向部人像と創客団子像は台座を設けず直接2本の足を墳球に設置させており同様なものとしては福島県西白川郡泉崎村原山一号墳の力士像と考えられる人物埴輪が挙げられる程度で他に例がなく希少な資料である埴輪資料は2018年4月1日に町の有形文化財に指定された 造営時期として、1号墳の副装品から5世紀代の年代が5号墳の埴輪により5世紀末から6世紀前半の年代が伺える。4号墳湿度の末期からは7世紀末、内し8世紀初頭の年代が伺え、末期については追想に伴うものの可能性もあるが、4号墳が古墳時代終末期の宝墳であることは間違いなく、 全十八期の古墳のうちの五期の調査のみではあるが、いずれにしろ、長期間にわたって造営された古墳群であると言える。ありがとうございます。